どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、今日はトルコでコロシアムでございます。カーポーネさんが来ておりますので、まだね、私倒せてません。これにリベンジをかましたいと思います。お願いします。はい、今回こちらのレイリーパーでございます。前回ね、ここのパウンドがインパクトだったよね、確かね。で、インパクトだと負けました。これだといけると思います。最後に遅延して、でもなんかカポネが攻撃俺するんだよねみたいなのほざいてたから、ちょっとわかんないそれ以外全部一緒です。前回の動画貼っとくのでね、初見の動画見てください。解放こんな感じでございます。いきましょう、お願いします。はい、勝ちたい勝ちたい勝ちたいまだ落としてないからさ、だからね、いきましょう。ちょっと今後2周年も来ることですね。ちょっと気合い入れてここちょっとね、かましていきたいと思います。いきましょう。とりあえず一旦の人倒します。はい、そうってかね、 iPhone6S にしたよ。やっと 6S だからね今更かよって、てかもう逆に何があるんだって感じだね。そう、ソフトバンクショップ行ったら、iPhone SE まずないじゃん。じゃあ iPhone 6S ありますかって言ったら、ないって言われてiPhone SE も 6S もなかったら逆に何やるんですかみたいなそれでもうちょっと1週間ぐらい待ってたんだけど、一応取り寄せしてね、待ってたんだけど来ないから、もうちょっと離れた栄えてる街の方行ったらね、ありました。なのでそれで買いました。いや、はい、なので 6S で今チャレンジしております。で、ここは OK、 はい、封じられて、まあ、突破しましょう。封じが2ついてたっけ確かね。うん、大丈夫でしょう。まあ一旦なる、一旦なるね。 OK、 じゃあこれで稼ごう。この人で3ターン、お肉もあんのか、ぼちぼち稼げるな。けど前回とほとんど一緒だと思うんだよね。一応最後のウソップがインパクトがパウンドになっただけだから、これでいけっかな。最後ドフラミンゴ残しだけで必殺技を残しておいて、ちょっとわかんねえな。いきましょう。この辺で稼げる気がした、確かこの子で、このスーツお姉ちゃんで確か稼げたと思われる。ちょっとこっち攻撃してる、やべ、お肉もったいない、やべ、ミス出さっちゃった、あぶね。うん、そうね、多分この人で稼いだ方がいいと思うんだよね。結構暮らしてきたっけこの人。うん、そんななんです。毎ターン2000ぐらい、毎ターン2000か。まあちょっと稼げるでしょう。うわー、っていうかミスったな今、お肉マジミスった。よし、お肉来てー、お肉来てー、もう一旦ぐらいかな。うん、肉が来ない。もう一旦ぐらいにしよう。うん、OK。とりあえずスクワードさえ溜まれば平気だったよね、前回ね。うん、スクワードさえ溜まっていれば。おお、お肉来た !7 ターン。うん、多分溜まるでしょ。次が多分カメとかだから、うん、溜まるはず。よし。で、スロット調整ができれば、もう兼ねていきたい。ベルゴは自分で帰れるから、別にベルゴは帰る必要ない。OK。OK。いいよ。いい感じですよ。はい、で、うわ、厄介だな、これ。とりあえず、一旦の人倒そう。はい。OK! いいよ!あ、待って、嘘、行くない、全然行くない。ちょっと待って、やばい。あぶねえ。マジ危なかった、今。ちょっとしっかりして、しっかり。6S のマニュアル、なぜか反応しない。違う。オートにして、オートに。あ、よしよしよし。あ、オートでダメなんかい、結局。似た後ろの人とりあえず1人倒そうか。あ、お肉があるね。お肉取りつつのこれ倒しようか。 OK、 あ、スクワードのスロット残しておくべきだったな。まあいいや。うわー、スロットがあんまりだな。スクワ、あれ次って、待って、次がスクワードだから、地属性のスロットを捉えたいんだよね。捉えたいので、レイリーのスロットを調整しないといけないんだ。はい、で、要は地属性出せんでね、まあね。やべ、倒しきちゃうね。はい、ベロゴは自分で変えれる。うわー、全然地属性来ないけど、まあけど、まあいいね。うん、スクワードとレイリーさえ溜まれば、レイリーって溜まるね。うん、溜まれそうだ。わ、地属性のスロット来てほしいな。1個でいい、1個でいい、1個でいい、もう贅沢やな、1個でいい。1個来て、1個来て、あよー、来た、マジか、すげえ、ちょっとこれいけるぞ。しかも全員溜まるね。お肉も取って、あ、別にこれもう突破していいね、むしろ。はい、
はい、もう突破します。よし、これはもういけるんじゃないですか、ないですか急に何ですか、気持ち悪いはい、この命惜しくね、ターゲットことやってくる。 OK で325撃ちます。はい、325を撃たせていただいて、撃たせていただいて、でレイリッシュ師匠も撃たせていただいて、目の覇気使わせていただいて、てか今ね新しい機材、まあ前から持ってた機材なんですけど、ちょっとね録画機材をちょっと iPhone もこれで撮るにしたらね、すげえ綺麗なのよ。みんなにそんな伝わらないかもしれないですけど、いきます。でもうねスクワードを撃っていいと思うんですよね。中途半端なことしてもうあれ負けるのも嫌だから、はい、スクワード撃っとこう、怖いから悩むけど、でレルゴ最後だね。でスクワード撃ちます。はいはい、ちょっとやっぱでかい携帯だとなんかまだ慣れてないんで、ね、ちょっとミスる可能性が非常に高い。ウソップさん3400、あレイリーの方が上、スクワードの方が上、ちょっと難しいな。こうこう、はい、いきます。よいしょ、いけるべ。よし、で、これでやったやつをとどめさせたやつの属性の一つ、封じ。はい、できます。これウソップ聞くよね、お願い、そこにかかる。なんか普通の通常攻撃がしてこないよね。ターン長、これが気になるんです。すごい、このなんかほざいてるやつかっけえな、カンポネ、このなんか大人のかっこよさ、そして怖い。これのことだよね、多分割合ダメージのことを俺言ってると信じている。3ターン遅延します。はい、で心属性がもう2つ来た時にもうドフラミンゴ仕掛ける。4ターン倒しきる、いけると信じる、その心大事。いきます、こっちか。いけなくね、これ。あ、いけないね、すると、じゃあ、なにこれ、だよね、別に攻撃してこないんだよね、その後の5000はね。よしよしよし、スロット毎回変わるんかい、スロット毎回変わるのか、これはきついかもしれない、これはきついかもしれない。お肉取りつつ、ちょっと順番わけわかんない感じです。うわー、これ毎回、ああスロットどうしよう。でももう1回ぐらい攻撃受けれるね、前回5000ぐらいだったもんね、5000ちょいだったから、次やっても受けれるから多分。うわーマジか、マジか、全然ダメや。うわ、ちょっとじゃあ心2個出してお願い、心2個出してお願い、お願いお願いお願いマジか、きついのかな。いやこれでもうやられちゃうか、ちょっと待って、もうやられちゃう、やべ、よしよしよし、先に攻撃で、で割合をやるんだよね、割合をやる。もうここでドフレームで使うしかない、心が2個来るしかない、心が2個来るしかない。おお、そんなことあるそんなことある、すげえラッキー、いきます。いやーでも無理だろこれ、半分はさっきの感じからしていけるか、これもう完璧な状態で出てきたねそんなことある、いってみます。とりあえずこうこう、これでよし、これスクワード4回で使わなかったらいけるかな、ちょっとそれで試してみよう。ちょっともう一回いきますね、もう一回いきますね。はい、ちょっと戻ってきました、スクワードまでね。いけるかな、このスクワードを2ターンで倒す感じにすればいけるんじゃないかなってちょっと思うんですよ。でレイリーもう一回使う、むしろだからここでレイリー使っていいんだよね、ちょっとでもそのダメージを与えるっていう意味で。
ここでレイリーをもう一体使う。はい。いやでもさっきのスロームだったからな、実際。さっき鬼スローム良かったから。で、あれ？もうスロットこんだけ揃ってるから、もう今やった方がいいね。一応ね。あ、違うか。そうか、ベルゴは次にやればいいんだ。そうし、今はもったいない、今はもったいない。あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。あ、危ねえ。あ、危ねえよ。こうこう、こうこう。うん。ちょっとじゃあ、2ターンかけて倒す戦法でいってみよう。お願いします。うん、でこれでベルゴを使えばいけるか。いける、これいける。ここ突破できなかったらちょっと、行ってみましょう。はい、こうこう、あー、お肉か、お肉、お肉取ろうか、お肉取ろうか。うん、これなら可能性ある。これなら可能性あります。頼むよ。頼む。ちょっとスローン、スローン、スローン。今でもさっきほどのスローンもないかな。ちょっとさっきは終わったよね。ちょっと待って。いやー。で、とりあえずウソップさん打つね。ウソップ打って、ウソップ打って。あ、今スクワード使うか。スクワードにとりあえずある時に使っとくべきだよね。いや、嘘、うだい。4ターンもあるから、ちょっと待とうか。うん。1体だけっていうのはちょっともったいないか、さすがに。うん。ちょっともったいない気もするので。ウソップの下。はい。こう、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 うん。あ、ちょっとわかんなくなっちゃった。ちょっとわかんなくなっちゃったよ。2200。はい。ウソップの下です。いきます。はい、あ、ちょっと、はい、はい。グレート出しちゃった。ただも心をいっぱいください。私に心をください。私に心がいっぱい。そんなことある。ちょっとこれスローいいんじゃないですか。ドフラミンゴにしとくか。今ね、地属性すげえあるから。うん。ここはドフラミンゴ。うわー、でも、いや、うわ。合ってるから、二人に。心が二人に合ってるから、心くださいって言ったら心来てくれたから。スクワード使おう。うん。スクワードにします。ちょっともったいないかもし、するけど。わかんない。これがどうなるか。どっち？わかんない。わかんねえな、もうどっちがいいか。まあでも今の場合、移動ができないからね、スクワードはね。これで行ってみましょう。こう、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 行きます。お、いいんじゃないっすか？いいんじゃないっすか？心、心、私に心をください。心をください。心をください。心を。心をください。心、心。うわぁ。心全然くれねえ。やべえ。あと2ターン倒しきんないといけない。うわぁ、次心来るかな。ここにかかってる。ここにかかってる。心をください。心をお願い。お願い。お願い。2個ください。心、心、心。心、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 よし。来たよ、来た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 。オーケー、よかった、さっきこれしなくて。いけるかな、これ。いや、行きたい、これは倒したい。ちょっと本当にマジで汗やべ、汗やべ。こう、あ、待って、そうだね、ドフラミンゴに会えば結構強いもんね。うん。で、レイリーは強いのでベルゴの方が下なので、ちょっともったいないけどこうします。はい、どうせ一人目は関係ないから。よし、こう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 、いきます。なんで一人目ミスったの。いやでも今ミスってなくてもちょっと際どかったな。ちょっと際どかったよね今ね。うわー、このパーティーちょっとレベル上げなきゃ無理かな。ちょっともう3度目の正直。いやもう前リベンジ入れたらもう4度目5度目の正直ぐらい。ちょっとマジ勝ちたい。でね、ちょっとレベル上げた。スクワードとベルゴをレベル上げました。はい、それでいけると思います。
スローンだな、実質。ここまではもう大体もう勝ったな。何回やってんだよここで。ちょっとこれでダメだったら今日ダメだ。ちょっとダメだったらもうまた次回パーティーちょっと変えなきゃ。さすがにこれでダメだったらダメだ。よし、で、普通に攻撃をしていきます。そうだね、スクワードの方が上か、レイリーか。あ、いや、レイリーの方が上だ。こう、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 はい。よし、スロット、スロット。うわー、うわー、うわー、これはきついな、多分ここ突破できないよね、これね、多分ね。うわー、ここ突破できないっしょ、これは。実の2だよね、マジマジかー、ちょっとマジかー。うわー、マジかー、マジかー。パーティー変えなきゃか。うわー、今回中に行けるかな。ちょっとダメだね、今回は。今日は諦めます、コンティニューしません。いいえ、本当に諦めますか。はい、マジかー。ちょっとパーティー変えなきゃだね、これね。いや、いけそうなんだけどね。まあスローンがありきだったね、多分ね、これはね。ちょっと次回来た時に、今回間に合うかな。ちょっと俺またカポね、次回になっちゃうパターンかもしんない。くそー、全然勝てねえよ。まあそんな感じでした。またあげますので、また見てください。はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。またあげるのでまた見てね。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。明日も頑張ろう。バイバイ。